はい、皆さんこんにちは、小川仁志です。いやー、この世の中にはなんだかよくわかんない仕事がありますよね。そのうちの一つがコメンテーターですよ。テレビの情報番組とかに出てる人たち、なんですかあれはとか言いながらね、私もちょくちょくやらせていただいてますけど、例えばね、あの炎上しちゃった玉川さんのピンチヒッターで羽鳥慎一モーニングショーとかね、ちょっと出たりしてましたけど、そこで今回はね、コメンテーターについて考えてみたいと思います。みんなコメンテーターってね、なんだか偉そうに自分の考えをつらつら述べてる人っていう印象ありません？いや、そういう人もいますけどね、私はね、コメンテーターって思考法だと思うんですよ。というのも、あれって視聴者の気づいてないこととか言語化できてないことをズバリ分かりやすく視聴者に伝える役割をしてるわけですよ。そのおかげでみんな何が問題なのかとか、どうすればいいのかっていうのが明確になるんですよ。人間ってね、そうやって言語化してもらわないと、どう判断していいのかとか、何をしていいのかってなんか分かんないんですよね。世の中複雑ですから。その点ね、コメンテーターってさすがにプロだけあって、モヤモヤーとした事象についてしっかり考えて端的に分かりやすく言語化してくれますよね。そもそもね、コメントっていう言葉の語源は考え出すっていう意味を持つラテン語のコミニスコールに由来してますから、考える点がポイントなんですよ。だからね、思考法だと思うんですよね。まあ、それが分かるとね、これ自分でもできると思うんです。自分の置かれた状況を明確に言語化して何をすべきか自分自身に提案するっていうことです。いや、私もよくやるんですけど、例えばね、ある仕事をしていて、こう目処が立ったなというところで、それを言語化してみるんです。まあ、この原稿の結論はこうしようとか、そのための理由付けと具体例はあれにしようとかね。そうするとね、まだ原稿を書き終えてなくても客観的状況が見えてくるんですよね。で、その後何をすればいいかがはっきりする。こんな風にね、モヤモヤっとした状況をあえて言語化してまとめることによって、見通しをはっきりさせる営みこそがコメンテーター思考なんです。だからぜひ皆さんもね、自分自身の人生のコメンテーターになって、今どういう状況に置かれているのかはっきりさせてみてください。そうして次どうすべきなのかをね、自分自身に提案してみてください。そうすればね、きっと物事をもっと効率的にね、進めていくことができると思います。くれぐれも変なコメントして炎上しないように、私も気をつけます。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。